監査役。監査役は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する、機関である。株主総会、取締役と並ぶ、株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査及び会計監査によって、違法、または著しく不当な職務執行行為がないか、どうかを調べ、それがあれば阻止、是正するのが職務である。また、会社と、 取締役の間での訴訟においては、取締役に代わって会社を代表する役目も担う。法改正や判決令によってその権限には変遷がある。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。株式会社の業務監査をどのように行うかについては、様々な制度設計が考えられる。とも原始的な監査制度としては、出資者であり、 会社の所有者である株主自身がそれに当たることが考えられるが、所有と経営の分離という現象を踏まえると、株主に多くを要求することは適切ではない。次に、業務の執行に当たる取締役同士の相互監視によることが考えられるが、業務執行の効率性を損なったり仲間意識のため、必ずしも有効に機能するとは言い難い。そこで、第三者的立場から、 会社の業務執行を監査する立場の役割を担う機関が必要とされることとなる。株式会社においてどのような機関構造を取るべきかという問題は業務執行の監督制度をどのように構築すべきかという問題と重なり合うものである。世界的な潮流としては取締役会により監督を行う法制、取締役会を 監査役会によって監督する法制とがあるとされる。中には、フランスのように、単層型と二層型の2種類の機関構造を選択できる法制も存在する。日本においては、従来は一層型を前提として、取締役会が業務執行の監督を担いつつ、監査役によって適法性監査を行うという制度のみであったが、委員会等設置会社制度の導入により、 アメリカ型のより執行と監督を分離した制度を取ることも選択可能になった。さらに、会社法ではより柔軟な機関構造を選択できるようにもなり、現行法では非公開会社などでは監査役を設置しないこともできる。会社法は以下で上数のみ記載する。監査役はその任務を怠った時は株式会社に対し、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。また、職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。監査役設置会社が取締役に対し、または取締役が監査役設置会社に対して、訴えを提起した場合には、当該訴えについては、監査役が会社を代表する。 ここでいう訴訟の相手方である取締役は過去に取締役であったものも含む6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は株式会社に対し書面その他の方法により監査役の責任追求等の訴えの提起を請求することができるただし責任追求等の訴えが当該株主もしくは第三者の不正な利益を図りまたは 当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合はできない。監査役は明治23年に制定された商法により設置された。以後企業不祥事発覚と連動して権限や地位に関しての改正や立法が重ねられ現在に至っている。特に1950年改正、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律制定、会社法制定において 監査役制度に大きな変更が加えられてきている。昭和25年改正以前の監査役は経営監督をその主任務としていたが、昭和25年改正により経営監督は取締役会による自己監査が原則となり、それを前提に監査役の職務は会計監査が基本となった。ところが、証券取引法的要害者では、 会計監査制度と監査役の監査が重複していたため昭和49年改正により再び業務監査権限を付与されるようになった。なお昭和25年改正以後の度重なる権限強化、地位強化は産業特殊成功や藤刺市による粉飾決算または KDD やロッキードによる増収割などの企業不祥事に対応してなされている。旧商法においては 委員会等設置会社以外の株式会社においては、監査役を必ず置くことになっている一方、有限会社法上の有限会社では、監査役を置くことは強制されていなかった。しかし、会社法制定にあたり株式会社に、旧有限会社を吸収して、機関設計を自由化したために、監査役のあり方が大きく変更されている。監査役の設置は原則として任意であるため、 会社に存在しなくても良い。ただし、取締役会設置会社と会計監査人、設置会社には設置しなければならない。それ以外の会社は、定款の定めによって任意に設置することができるが、監査等委員会設置会社及び、指名委員会等設置会社では、取締役会内に設置される、監査等委員会、監査委員会及び会計監査人による監査を前提としているので、 監査役を設置することができない。設置した場合の人数には原則として制限はないので、一人以上いればよい。しかし、監査役会設置会社には三人以上置くことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならない。なお、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の公開会社である大会社には、監査役会設置義務があるまた、 監査役解説地会社においては、常勤監査役を選定しなければならない。常勤監査役とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則としてその会社の監査役の職務に専念するものである。常勤監査役は、一般的には2社以上の常勤監査役を兼務することはできない。しかし、親子会社間においては認められる余地がある。 上金の社外監査役が許されるかについては、言葉的には違和感があるが、社外監査役の定義は、取締役や使用人等でなかったこととされているので、結論としては認められる。なお、監査役が死亡等により欠けた場合に備えて、補欠監査役をあらかじめ定めることも可能である。監査役の選任、解任、編集監査役は、 株主総会の普通決議によって選任される。ただし、監査役がある場合には、取締役は、監査役の選任に関する議案を、株主総会に提出する場合には、監査役、監査役会設置会社においては、監査役会の同意を得る必要があり、取締役に対し監査役の選任を、株主総会の目的とすることまたは、監査役の選任に関する議案を、 株主総会に提出することを請求することができる。また、前述の補欠監査役があらかじめ選任されている場合は、監査役がかけた時に補欠監査役が監査役に就任する。監査役、または監査役を辞任した者は、株主総会において監査役の選任もしくは解任または辞任について意見を述べることができる。 監査役が退任するのは原則として前述の人気満了の時である。期間満了の他にも監査役が辞任の意思表示をした場合や委任契約の終了自由である監査役の死亡、破産手続き開始決定、貢献開始の審判、会社の破産手続き開始決定により退任することとなる。さらに、任期途中であっても監査役は 株主総会の特別決議によって解任される。資格及び待遇、編集監査役の資格については、取締役と同様の会社の機関であることから、取締役と同様の制限がある。法人、青年非公権人、非補佐人、会社法等の法令違反を犯した者などは、監査役になることはできない。また、非公開会社においては、定款で、 監査役を株主に限定することができる。さらに、監査役の独立性を確保するため、監査役は、当該株式会社の取締役や使用人、子会社の取締役、執行役、会計参与、使用人を兼任することができない。このほか社外監査役については、過去に、当該株式会社及び子会社の取締役、執行役、会計参与、 使用人でないことが必要である。監査役の任期は原則として4年である。ただし、非公開会社である株式会社については定管で10年まで新調することができる。また、補欠監査役については定管により前任者の任期までとすることができる。さらに、定管変更により監査役を置かないこととする場合、監査等委員会設置会社または、 指名委員会等設置会社への変更を行う場合、監査範囲を会計監査のみから業務監査を含むものに広げる場合、公開会社に変更する場合にも任期は満了する。報酬は定款にその額を定めていないときは株主総会の決議によって定める。費用等の請求。監査役は取締役の職務執行を監査するが何を どのような手段で監査するのであろうか。以降、断りのない限り一般的な株式会社の監査役について見ていく。監査役は会社の会計監査を含む業務監査を行う。しかし、争いはあるがその権限は適法性監査にとどまり、妥当性監査には及ばないと考えられている。つまり、取締役の職務執行行為が違法であったり、 また、著しく不当である場合には、取締役の全館注意義務違反として、法令違反となる可能性があることから監査の対象となるが、その行為が妥当かどうかは、取締役の裁量の問題であって、経営者ではない監査役は介入すべきではないというのである。子会社に対しても、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の事業の報告を求め、 または業務及び財産の状況の調査をすることができるが、子会社は正当な理由があるときは、同行の報告または調査を拒むことができる。公開会社でない会社であって、さらに監査役会、会計監査人を設置していない会社においては、定管で定めることによって、監査役の権限を会計監査に限定することもできる。そして、監査役の権限を 会計監査に限定している会社は、監査役設置会社の定義に当たらない。したがってこの場合は、381条から386条までの規定が適用されない。なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に、関する法律53条により2006年4月30日、以前に設立された、株式会社で、公開会社には当たらない旧商法とクレ法による、 障害者に該当する株式会社には特に定管の定めがなくても監査役の権限について会計監査に限定する旨の定管の定めがあるものとみなされるドイツ帝国時代に独占資本の人的結合要素として機能したコンプライアンスは主眼とならなかったドイツの株式会社には監査役会の設置が義務付けられている監査役会の構成員すなわち 監査役会構成員は監査役と呼ばれる。ドイツの監査役会の役割は業務執行の監査、執行役会に対する一般的業務についての助言、執行役会構成員の選任、会任等であり、日本の株式会社の監査役会とは大きく異なる。また、ドイツの会社には従業員の代表を監査役に含める制度があり、500人超の 従業員を有する株式会社では株主総会で選任される監査役とは別に従業員代表の監査役が選任される。ドイツの株式合資会社でも株式会社と同様の監査役会を設置が義務付けられている。ドイツの有限会社では監査役会は必知の機関ではないが定管の定めにより設置することができる。ただし五百人超の従業員を有する 有限会社では、株式会社と同様に従業員代表を監査役に含める制度が適用されるので、監査役会を設置しなければならない。ドイツの株式法第95条に従い、監査役の人数は3名以上で、基礎資本金の被体により、最大限21。監査役は、株主総会で選任される。ただし、一般に従業員数が500人を超える会社では、 監査役の3分の1は、従業員の直接選挙によって選任される。さらに、一般に、従業員数が2000人を超える会社では、1976年5月4日、産業共同決定法が適用されるので、下記の構成になる。株主代表であると従業員代表であるとを問わず、個々の監査役については、かかる正規の監査役ともに補欠を選任することが、できる。 かかる補欠は、正規の監査役が、任期満了前に退任した場合に、監査役になる。監査役の任期は、当該監査役の就任を4会計年度中の同、監査役の面積につき決議する、株主総会をもって終了する期間、すなわち、約5年を超えることはできない。監査役の報酬は、定管または、株主総会決議により決定されなければならない。 フランスの会社の会計監査役は、フランスの株式会社や株式合資会社では、筆知の機関である。有限会社では原則として、設置は任意であるが、一定の資本金を超える会社は設置する必要がある。公述の監査役開校生員とは別の役員である。1966年のフランス商法改正以前の法文上の名称は、監査役であったが、 出資検査役と区別するため、実務上の名称に合わせて、現在の名称に改められた。会計監査役は、日本の会社の監査役と会計監査人の両方を合わせたような役員である。その法文上の名称とは裏腹にその権限は、会計監査のみならず業務監査を含む。株式会社の会計監査役は、取締役会や監査役会に出席する。会計監査役は、 株主総会で選任、解任する。会計監査役には、専門会計士の資格が必要とされる。会計監査役の職務を補佐するため、会社が会計監査役補佐を置くこともある。フランスの会社の監査役会構成員は、監査役会の構成員である。ドイツの監査役と同様の役員であり、日本の株式会社の監査役とは大きく異なる。なお、 会計監査役は取締役会や監査役会に出席するが監査役会構成員とは別の役員である。フランスの株式合資会社では監査役会は5名以上で構成される。フランスの株式会社では監査役会は3名。フランスの監査役会構成員は株主総会により選任、解任される。非常常会社では定管で選任することもできる。 定管の定めにより株主総会で選任される役員とは別に従業員が直接選挙により選任する監査役会構成員を含めることができるがその人数は3分の1を超えず最大5名までであるフランスの株式会社の監査役会構成員の任期は最長6年であるフランスの株式合資会社では監査役会構成員は株主であることを要する フランスの株式会社では、監査役会構成員には、法人もなることができるが、法人が、監査役会構成員である場合は、その法人は、自然人を、その常任代表者として定めなければならない。各監査役会構成員は定款に、定めがある場合に限り、会社の株式を一定数保有しなければならない。中華民国の会社法に基づいて設立される会社の、うち、 株式会社には、監査役を設置する。なお、合名会社、工資会社、有限会社では、監査役を設置せず、業務を執行しない社員が、随時業務を執行する社員に、会社の営業状況の報告を求め、財産目録、会計帳簿、計算書類等を閲覧することができる。中華民国の株式会社の監察人は、監査役に相当する。なお、 中華民国政府による外国人の参考のための英訳では株式会社の監察人をスーパーアバイザーと表記している。株式会社の監査役については主に会社法の第216条ないし第227条で規定している。会社の監査役は株主総会で選任する。中華民国政府または法人が株主の時は 監査役に選任することができるが、代表して職務を行う自然人を指定しなければならない。また、中華民国政府、または法人が株主の時は、その代表者も監査役に選任することができる。また、代表者が二人以上ある時には、それぞれを選任することができる。公開会社は監査役を二人以上置かなければならない。すべての監査役の合計持ち株比率は、 証券管理機関の規定に従う。会社と監査役の関係は中華民国の民法における委任の規定に従う。会社の監査役は行為能力を有する者から選任する。監査役のうち少なくとも一人は中華民国に住所を有しなければならない。監査役は会社の取締役、執行役員その他の使用人を兼任することができない。 監査役の任期は3年を超えない。ただし、連続して再任することができる。監査役は、会社の業務の執行を監督する。監査役は、随時会社の業務及び、財務状況を調査し、監査役は、計算書類を監査し、取締役会、または、執行役員に、提出や報告を請求することができる。監査役は、監査の事務について、 会社を代表して弁護士や会計士に監査を委託することができる。監査役は取締役会に出席して意見を述べることができる。監査役は取締役会が株主総会に提出しようとする議案、書類その他を調査し、調査の結果を株主総会小東会に報告しなければならない。監察人個の調査を会計士に委託することができる。 各監査役は単独で監査権を行使することができる。ありがとうございます。